緊張はしないんですよ、そんなに。多分人に比べてしない方だと思います。でもまあドキドキはしますよ。いい緊張感はあるんですけど、必要分って感じ。今この携帯を立てかけてるのがティッシュの箱なんですよ。髪の毛伸びたでしょ。めっちゃ長いんです。結構もう重たいですけど、いただきます。すごいなんかね、大根おろしがついてるんですよ。大根おろし付きとんかつ、とんかつ。じゃあちょっとおろしもかけていただき、うん、うん、うまっ。うまいです。これはうん、チンするの忘れてました、すっかり。でも冷たくても美味しい。最近いつも食べてますね。確かに夜ご飯一人じゃないですか、当たり前なんですけど。なんか皆さんと、私がこうやって、しかも多分お仕事終わりのこの配信が多い気がする最近は。話を聞いてほしくなるのかもしれないですね、仕事終わりに。うん。おはさは16日かな。もぐもぐです。あとナスが入ってます。あこの間はナスのロケに行ってきましたけど、うん、うん、やっぱりあのナスには勝てません。母さんの生誕祭終わったのか。もう仕事終わって急いで始めたから全然見てなかったよ。どんな感じだったかな。美味しかったです。職員さんに出演させてもらってるんで、もらったんですけど、今週も出ます。今週かな。来週、今週もうめっちゃ、何だったっけな、ナスで、もう一個が、もう全然、ちょっと待って、すごいど忘れしちゃった。何だったっけ。あ、思い出した。めっちゃ美味しかったんですよ。そう、 TVer で見れるのでぜひたくさん見てください。母さんのお手紙は届いたらいいなって思いますね。気持ちがなんか
私も最近私のことを好きになってくださった方はどうだろう、私のことどう見えてるのかな、わかんないけど、あの結構人の側に褒めてもらう言葉とかを素直に受け取れないタイプというかなんですよ、もともと、もともとというか今でもなんかやっぱりなんか何でも素直に聞きすぎたらそれはそれで良くないとは思うんですけど、なんか本当に自分のことを好きで褒めてくれてるんだなっていうのを素直に受け取れるようになったのが本当に最近なんですよね。そうだからめっちゃ気持ちわかるんだよね、ハーサの。でもそれって自信につながってくると思うんですよね、全ての。なんか方のなんだろう褒め言葉とかもなんかやっぱりすっと全部受け入れられるわけじゃなかった時もあったけど、なんか少しずつやっぱり褒められて嫌な人はいないじゃないですか。で、思ってなかったら言わない言葉だし、そうやって自分のことを好きでいてくれる方の言葉はね、特に。だから、あ、これを否定しちゃいけないし、否定しちゃいけないなって思うようになった。なんか、最近は、なんか言葉、皆さんからの言葉が、より力になる感じを実感してます。わかると思います。昔からずっと研究生の時とかは特にそう、ネガティブなことばっか言ってましたね。本当にうまくいかないことが多いとどうしてもなんかそういう言葉に甘えて逃げちゃうけど、でもそれがより良くない道をたどるなんかことになってる、乗ってた気がする。そう、いや、そうやって素直に言葉を受け入れて、なんか、あ、自分はここが魅力だと思ってくれてる人がいるんだなと思ったらそこを伸ばそうと思えるし、自分を好きになれればなんかもっとなんか余裕を持っていろんなことに目を向けてキラキラ輝けることができるなって最近です。でもこれを感じたのは本当にすぐには難しいと思う。これはねアイドルに限らずですよ、皆さんもそうですよ。だからファンの方には、たくさん心の中で思ってくれてることってあると思うんですよ。ファンの皆さんが NMB に対してだったりメンバーに対してだったり、それをやっぱ元気に交えた言葉にして伝えてあげてほしいし、私のこと私にも伝えてほしいし、その分本当にメンバーが輝くし NMB が輝くと思ってます。だからファンの方にやっぱグループ逆にだからグループのことをちょっと
悪く言われたりしたら自分たちもすごくなんか落ち込むし、なんか自信を持てなくなるけど、そうだけど皆さんが NMB を好きと言ってくれれば言ってくれるほどなんかでしょって自信持てるからね。わ、タワーが嘘、これはみのりちゃん、みのりちゃんありがとう、みーちゃんもありがとう、ありがとうなんだっけ、ありがとうって TikTok にありますよね、にゃん123みたいなやつ。だから TikTok とかで NMB のことを載せてくださってるのとか見たらめっちゃ嬉しいんですよね。やっぱりそれをさ他のチームの方にもさ、他の推しの人とかさ興味のない人にも伝わってさ、いいことしかないじゃん。やっぱマイナスを口にすることって本当に良くないんだなって感じます。マイナスな言葉を口にすれば自分がマイナスへと向かっていくわけですね。プラスの言葉を言えば自分にもプラスなことが訪れるし、周りもプラスで集まってくると思う。うん、いやでも渚さんの、渚さんがなんか私あんなに身近な人になんかかりんちゃんのこういうところが好き、こういうところが大好きって伝えてもらうことなんて今までそんななかったなって、渚さんが初めてかも。なんかそばにいて、その人のそばにいる理由ってめちゃくちゃ好きな部分があって、この人と一緒にいたいと思うからいるわけじゃないですか。でもだからってその好きな気持ちを言葉にすることって恥ずかしくてできなくないですか。メンバーのことめっちゃ好きだけど、なんかそれこそやっぱ生誕祭の手紙で言う場所を伝え、なんか言える場所があるだけで、言う場所に設けてもらえたら言うかもしれないけど、なんか何もない時に本当に好きなんだよねとかさ言ってもらえることなんて本当にないのに、渚さんが初めてあんなになんか自分の存在をすごくなんか認めてくれたじゃないですけど、渚さんの存在は本当にめちゃくちゃ大きいです。裏で言うことあるじゃないですか、いや本当に何々ちゃんってさこういうとこいいよねとかさ、でも本人にこうパッて言えるのってすごい素敵で、渚さんに褒めてもらえたことがなんかあこの人の言葉は全部受け入れられるって思ったのは大きいかも。だから私自分もそういうことできるようになりたいなって思う。褒めすぎも良くないですよ、でも難しいですね関係性があるからこそですね。でもこれは最近それめっちゃ思う。ちゃんと関係性を築いた上での全てですね。いや言葉で言われないと分かんないことってあるじゃないですか。なんとなく分かってたって言ってもさ、言われるだけでなんか確信が持てるしさ、渚さんとこんな話になったのいつから？うわーいつからなんだろう。でもなぎチャンネルでもちょっと話したけど、渚さんとすごい考えが合うなと思ったのがキャプテンになってすぐぐらいの関西ウォーカーさんかなんかの取材の移動中なんです。で
それからちょっとずつ話すことが増えて、でもよりいる時間が増えた。キュンマートは大きいですね。でもよりもともとでも話してたな、キュンマートになる前から。なんかお仕事が一緒だったりとかしたらよく喋ってましたね。ちょっと全然話変わりますけど来週な志田柳じゃないですか、発売日で。ちょっとずつなんかいろんな情報解禁されてると思うんですけど、いかがですかめっちゃざっくりな質問。ちょっとずつ映像とかも小出しにされてますけど、待ちきれなくなってる。プラクティス、そう、プラクティス動画があるんですよ。これはあのダンス動画みたいな感じ、定点みたいな。これはね、自信作です。これはとっても楽しみ。私も早く皆さんに届けたいなって思う。ファンの皆さん以外にも、うわ NMB すごいって言ってもらえたらいいなって思ってます。めっちゃ揃えて撮りましたので、足しびれた。MV はフラゲした方が見れ早く見れる。そうなんですよ、多分そう。フラゲ日のフラゲ日にそう CD ゲットした方には多分先にいち早く MV を楽しんでいただけると思うんですけど、見てほしいですね。でも私たちもまだ見てないんですよ。だからあの職員さんの時に紹介映像で流れてるの見て初めて見たあのシーンを。どうでした？そこ見てくれました？めっちゃやばい、左がめっちゃ痺れてる。やったー。まだ見てない人は見てください。得意さんちょっとだけ見れます。カリンとココナの歌割りだけ、サビもちょっと。よくしたの今週も。サイン会って1枚しか当たんないんですか？1人1回なんですか？なんか皆さんからさ、こうあのサイン当たりましたっていっぱい送ってきてくださったんですけど、なんか部数も2部だからか、どういう仕組みか私も分からなくて。じゃあ人によるんか、ちゃんと数回もあるんか。ちょっと難しいですよね、仕組みがね。
初めてなんで、なんかちゃんと NMB のオンラインサイン会っていうのがちょっと緊張しちゃうよね。なんかAKB のサイン会の時にこうやって書いちゃうとさ見えないじゃないですか。だから書けたって言ったらもう違う人に変わってみたいなあって、恥ずかしいんですよあれ。だからちょっとうまくできるかなって心配だけどさ、すごくいいけど、そうサインも変わったので楽しみにしててくださいね。30秒、うん。むずいね。もうまあ書いてあるんかな、もう先に書いておいてある程度書いた上でって感じになるんかな。ちゃんとストップウォッチみたいなね置いときたいよね、見えるところに。サイン変わった、変えました。うん、今月かサイン会は。嬉しい、なんかめっちゃ期間空いちゃってるなと思ってたので早めに会えますね。じゃあ楽しみにしてますね。どんなサインかな。え、私あれが気になる、サインを書くそのあれかな、 CD のジャケ写みたいなに書くんかな、どんなに書くんだろう。それも大切じゃないですか、カードのなんか種類。あの生写真に書くんか、なるほど。うん、おいしい。新しいサインは今年から書いてるんで、もう知ってると思いますよ。知ってる人は知ってる。ミルさんの似顔絵ね、ぜひ集めてください。私の生写真も。この間しだれ柳の生写真のさあれ書いたな、サイン書いた。 B A と B タイプがあって、まだ公開されてない情報かなこれ。まあいいか。多分あるんですよ、毎回あるでしょニューシングルの生写真って。そんな怒られるほどの重大発表じゃないから。 A と B があって、 B の方が自分、あ、まあいいや、 B の方が自分的には、あ、写りはいいかなって思ったよっていう話でも、店舗特典が出たじゃないですか。あの時に私はこっちの方が写りまあ、いい方かしらって思ってたら、ファンの皆さんの評判は逆だったんですよね。
そういうのってあるんですよね。わかんないもんですわ。だから自分が自分がこう載せるじゃないですか、インスタとかツイッターとかの写真。多分自分が消去してる方がファンの人は好みだったとかもあるんだろうなって思います。思います。全部くださいってサワー、ナナちゃん2日連続です。ナナちゃんです、ありがとう。コンプ目指します。目指しちゃってください、集めてください。嬉しいですね、やっぱ自分もやってたからさ、集めたりしてたからさ。生誕期考えてね、やば、1ヶ月ですよあと。恐ろしい。22歳なんですけど、怖くないですか。まあ、私はまあ年上に見られがちなんで驚かれないかもしれませんけど、もう22かと思って。公式の TikTok のあと何日のやつ、明日あたりにかりんちゃん来る。そう、明日ですね。いや、まだ22と思うじゃん。22ですよもっと22って大人だと思ってました。自分の想像してた22歳とはかけ離れてますけど、ほんとね、20歳からほんと一瞬ですね。まあ特にこの1年はなんか一瞬に感じましたよ、コロナで。なんかうん、まセタンティーはぜひ来てほしいです。まだなんですけど、全然考えてもないですけど、まだ何も。うん、どんなんがいいですか聞いとこ、反抗程度に。切れるのがいいよね。ですよね、わかるよ。普段使い着やすい、やっぱモノトーンってこと。ってことで、うん、お疲れ様でした。無事コジリンファンになってから初めての生誕なので楽しみにしてます。わー、楽しみにしててください。嬉しいな、本当にありがとうございます。好きになってくれて。
前回もね結構ワンポイント系、ワンポイントなシンプルなものにしたつもりなんですけど、自分的に。何個目なんだろう、平坦ティー。まあ記憶にないね。赤、最初は真っ赤っかだったっけ。あ、最初白で、白、赤、黒か。3つしか私の頭の中にいません。去年って何した？白、赤、白、黒。白何？白って。あーあ、思い出しました。自分の写真か。思い出した。黒、黒ね、白ね。白が多いんか。じゃあ私は着やすいのがいいよね。考えときます。写真のやつも良かった、うん、写真のやつもね、確かにシンプルめで。最近はもう本当にこれに助けられてる。直さなくてもね持ちます。お仕事中も、今日とかもやっぱ収録の時って直しあんまないんですけど、これ塗っとけばなんとかなる。8番、多分見えませんね。ボケちゃってる、ピンボケしちゃってる。いやー、長い髪の毛が。あと今日はちょっとうちに、ま、巻いてるから余計ちょっと雰囲気が。アップルウォッチつけてないですね。なんか設定ができなくなっちゃって。お、消化が始まりました。もうすでにお腹がゴルーってなってます。8歳の手紙すごい感動しました。うわー、伝わったかしら。私でお手紙たくさん書かせてもらってるんですよね。結構最近めっちゃ感じる。何人書いてきたんだろう今まで。ご規制も多分ね、アーヤン以外書いてるんですよ。アーヤン、未来以外に書いてる。最近カレンダーに書いたんだっけ。カレンダーに書いたね。ありがたいですね、頼んでいただいて。私なんぞに。私誰からもらうと思う？あ、私の？なんとなくイメージは、想像はしてますけど言わないでおく。私が手紙、
欲しいなと思ってる人はあの人だけど、違かったらあれだから言わないでおく。それはもう読み取ってください。読み取ってちょうだい。どうかな、どうかな。むつ、まあ分かってくれるよねって。熱っ。熱をかけておきます。ちかしげさんからは欲しいな。え、ありかな。ちかしげさんありですね。ちょっと第一候補に入れてください。文章力ないと思うけど、ちかしげさんはでもすごい素直に書いてくれそうじゃないですか。面白そう、面白そうじゃないですか、ちかしげさんのお手紙って。ちょっと読んでみて、なんか、うん、もらいたいなって思います。お手紙でも毎回ドキドキするの楽しみなんです。楽しみにしてるんです、お手紙。あの今日の未来、あ、未来じゃない、ナナホじゃね、もう全然人の名前出てこなくなった。ハーサの手紙の時になんか未来がポロリしちゃって、知ってたんですよ私からって。そうだから、未来がポロリして、そう、その場にまあナナホとハーサがいて、知ってたらしいです。知ってる状況で書きました。さすがですね、中野さんはやるよね。未来は自分だと思ってたって言ってましたよ。そうで聞き回ってたんですって、誰かなって。そしたらバレちゃった。推しになって初めての生誕祭行きたいな、嬉しい、来てほしい、見てほしい。落ち着いてたらいいですね、自分の、まあ、来月あたりが。スキーさんも声もうすぐ12人体制やって。そっか、4人増えるだけでも全然違いますね、きっと。何時かな。お、もう42分か。今日は10時までにします。もっと公演したいですね。楽しかったです。やっぱお客さんのいる公演がやっぱり楽しいんですよね。結局楽しかったな。アンジは、そう、アンジがね、この間またぎ出演してくれましたけど、すごい綺麗に踊りますね。身長もすごいスラッとしてるから。
そう映えますね、ステージ映え。ステージから客席って結構見えるの？もうこれはね、めちゃくちゃ見えますよ。劇場公演に関してはもう本当に真後ろの端まで見えちゃってるから気をつけてねって感じ。逆に他の推しメン見てたらバレます。そう、なんかたまに自分がその自分のうちわを持ってるファンの子を見た瞬間に自分のこと見てないとかもたまにあるんですよ。逆にそうあるからね、気をつけてください。ずっと見といた方がいいですよ、推し名簿あるんですよ。ショックです、もう見ないってなるから。そう、寂しくなります。あー今見たのにみたいな、せっかく見たのに目合わなかったみたいな、ありますよ。そうそう、見てないことあるんですよ。自分のファンの方以外だったらね、もういや仕方ないって、自分にはこの目を引く自分にはパワーがなかったと反省して終わるんですけどでもファンの方止め合わなかった時はもうね、恥ずかしいです、恥ずかしい自分だけ見ちゃって恥ずかしいです。最近こじりのファンになったものです。推しのことを知るためにはどんなことをすればいいんですか？なんでしょう。ツイッター、インスタグラム、YouTube を見てくださいあとはこうやって配信とかもたまにするので、配信が一番多分すがってると思うので、あ、モバイルメールですね。モバメは多分一番素ですね。めちゃくちゃくだらないことも送るしめっちゃモバメ言ってくれる。写真載せるの苦手なんですけど、モバメになら送れます。あ、ダンサブルの YouTube も見てください。全部違う自分が見れると思います。待ってね、数日前に Be Happy のセリフを見てかりんちゃん好きになってモバメ登録しました。嘘Be Happy のセリフでですか？マジ嬉しい。全然 Be Happy やる機会ないからあれだけど、モバメ最高だって。ありがとうございます。これも配信終わったら送りますね。モバメは可愛い写真見れておすすめの食べ物知れますってなんか最近ハマってるものとかをすごい送ります。よく今日は何食べました、最近これにハマってます、今から何々しますみたいな。桃のグミは何の形が好きだった？三角丸四角の順で好きです。四角が一番好きじゃない。そう、なんか私がハマってるものとかを送ったらファンの方が真似して買ってくれたりとか、なんなら先に買われてたりとかします。そうやってなんか楽しんでくれてるので、ぜひやってみてく、モバメ見てみてくださいモバメの登録したいんだけどどうすればいいんですか？なんて言ったらいいの？これは NMB48 の公式サイトからも多分飛べるとは思うんですけど、アプリもありますよね。私そのアプリとさ普通のがなんかよくわかんない。
NMB モバメで調べたら多分出てくると思います。サイトがあります。アプリからダウンロードで、アプリが楽じゃない、だってアプリの方がやりやすいっぽいです。アプリは早い、あーなんか届くのが早いみたいです。アプリの方が、アプリは普通にあれかな、アップルなんかサイトみたいなんでアプリ調べてみたいなしたらいいかな。300円くらいですかね、月。あ、ちょっと高いんかな、アプリの方がですって。ちょっとそこはお財布とご相談していただいて有料ですよ、モバメは。そうです、アプリはほぼリアルタイム。え、そうなんだ。ですってよ。ちょっとじゃあぜひメール夜中に届けることが多いんですよね、私。ほんでだからみんな朝からの朝返信来ること多い。ぜひご覧ください。小島かりんの一日ね、またしたいですね。なんか一日なんかあったらしますね。小島かりんの一日っていうのはなんか本当に私の一日を細かく分刻みで送るっていうのをたまにたまにしてます。インスタの DM とかも見ます。なんかね、すごいお悩み相談みたいな、今日あった出来事とかを送ってくださる方もいるし、私の好きなところを一日一個ずつ送ってきてくれる子もいたりとか、動画作ったよって送ってきてくれたりとか見てますよ。なんか DM はすごい長い、長く送れるじゃないですか、文字数決まってないんで。だからいろいろ送ってくれる子が多いです。いつでも待ってる。かりんちゃん、ファンのお顔とかって覚えるの早いですか？どうですか、ファンの皆さん。これはた多分私が言うより実際に来てくれてるファンの人の言葉の方が、あのなんていうの、説得力あると思うんでファンの皆さんに聞きましょう早いです。はい、多分早いです。自分でも顔を覚える速さは早いなという自覚があります。早いですはい、いかがでしょうか、説得力があるんじゃないでしょうか、ファンの方の意見は早いと思うし、覚えてます。結構ずっと沖聖霊の時に行ってた友達が今でもたまに行くと覚えられてるってめっちゃびっくりしてた。なんか昔来てくれてたファンの方とかめっちゃ覚えてるから、まあでも私推しじゃなくなってたりとか、もともとなんか推しは違うけど研究生の頃遊びに来てましたみたいな方とかが、この間それこそキュンマートのレーンの時に久しぶりに会った方とかに、あ、お久しぶりですとかって言ったらちょっとなんか惹かれたよね、逆に。なんか、え、覚えてるんだみたいな感じで
ちょっとそういうところあります。そう、でもメンバーは本当によく覚えてますよ。ツイッターのアイコンとか変えてもわかる。あ、わかるわかるわかるけど、ちょっとある程度あのそのアイコンのままいてくれた方が覚えやすいです。そう、思わぬことを覚えたりする。確かになんか気になります。昔よく握手会来てくれてた方が今何してるんかなとか、オンラインになってから会わなくなっちゃった方とかもまあ多いので、でも公園とかでお見かけするから、あ、まだ、あ、よかった、まだ応援してくれてたんだみたいなとか多いですよ。覚えるコツ、まあ一番覚えるのは SNS との一致です。あ、いつもコメントしてくれてる人だっていうのがより覚えるきっかけになるかも。とか推しが誰推しか分かってたら覚えやすい。自分の推しの方はもちろんですけど、他の推しの方も来てくれる時はあって、この人、あの子推しのこの何々さんみたいなとか感じかな。なんか早くあのファンの方同士が交流できる場が増えてほしいなって思うし、なんか連番とか久しぶりに見たいなってめっちゃ思います。ツイッターでリプする人とか、あ、めっちゃ覚えやすいです。それはもうめっちゃねえ、まあツイッターインスタよりツイッターの方がまあなんだろう、告知とかですること多いし目にすることが多いですね。連番とかしたことない。いや、最初は私もできなかったけど、ちょっとずつ、あと私のきっと今握手会したら女の子もすごいいる環境だと思うので、自然となんかお友達になってくれたら嬉しいなとも思うし、ファンの方がいつもなんか並んで10連番とかしてきてくれたら懐かしいなって思います。楽しかったなってしたいですね。うん。おじさん困んないで、おじさんも並んでください。そしたらおじさんも増えるからきっと。ぜひ来てください。握手したいですね。してないんですよ1年以上本当に。みんな優しいから輪がどんどん広がっていきそうで、早くこう会えるイベントがあったらいいなって思います。
オンラインで初めましてしたから、かりんちゃんと握手したことも直接話したこともないのも変な感じします。確かになんかそんな感じはしないんですよ。会ったことめちゃくちゃ会って喋ってる感覚だもん、オンラインの時もなんだかんだ。だから確かにちゃんと会って喋ったことない人もいるのにそんな感じしないな。もし握手会が開催できるようになったら絶対会いに来てくださいね。自分たちもなんかあっちこっち行けたらいいですね。あっちこっち来てもらうばっかじゃなくてツアーとかもしてみたいし、久しぶりにしたいし。会おうね会おうね会おうね。10時ですね。お、10時だ。じゃあ終わりたいと思います。皆さん急だったのに見てくれてありがとうございました。じゃあランキング発表します。13位、かなぴありがとう。12位、まなみんありがとうございます。11位、おじんさんありがとうございます。次どうもありがとうございました。10位、 NMB 箱石さんありがとうございます。9位、リサッチさん、あ、リサッチさんだ、見てくれてる、私も見てます、ありがとうございます。8位、あ、レノンちゃん、やっほー。7位、ブタバラ T シャツさん、お、ありがとうございます、また話しましょう。6位、ひなちゃん、ひなさんありがとうございます。5位、さやちゃんありがとう。4位、まなちゃん、まなちゃんありがとう。3位、みのり、はてなはてなはてななんではてななの、ありがとう。2位、ななちゃんありがとう、親戚ななちゃん。1位、みーちゃんありがとう、みーちゃん1位です。ありがとうございました、皆さん。あ、有名人だ、リサッチさん嬉しいです、本当にね、嬉しい、ありがとうございますありがとう。じゃあまたします。バイバイ。おやすみなさい。モバメね、送ります。バイバイ。